こんにちは、タカです。この間日経トレンディ、付録のね万年筆ありましたけれども、結構ね付録がついてないっていう声もあったりで、僕も実際お店で付録がついてない日経トレンディね結構見るんですよ、この2月号ね。で、まあ、ちょっと調べたんですけど、まあよくわかんなかったんですよ。で、まあよくわかんなかったんですけど、ブログかなんかで、この付録に関して書いてる人がいたんですよね。で、その人はセブンイレブンで買ったって書いてありました。で、僕は、この付録ついてたやつは、セブンイレブンで買ったんですよ。で、うちの近くのセブンイレブンにも、付録付きの日経トレンディ置いてました。ってことは、セブンイレブン限定なのかな？どうなんでしょう。ちょっとね、その辺詳しくはわかんないんですけど、とりあえず、セブンイレブンに置いてある日経トレンディには、今のところ付録はついてる。万年筆の付録。これ。はついてるんですよ。だけど、ファミリーマートにはなかった。あとはね、ミニストップにもなかった。あと、本屋さんとかもね、なかったんですよ。まあ、そんなに本屋さんは回ってないんですけど。でも、セブンイレブンは万年筆、付録、ついてた。ということで、ちょっとね、ないよって思ってる人、セブンイレブン行ってみるとひょっとしたらあるかもしれないです。はい、それとね、この間久しぶりにね、アリエクスプレス、もうね、とんでもない安さの万年筆がねゴロゴロしているアリエクスプレスですけれども、アリエクスプレスでね、この間久しぶりにいろいろ注文しました。まあ、ちょっと楽しみです。アリエクスプレスは注文しても、届くのにね、すごい時間かかるんですよ。どんぐらいだろう。何週間かはかかるんで、まあ、忘れた頃にやってくるのかなという感じで、気長に待とうと思いますけれども、まあ、とにかくアリエクスプレスはね、安い。で、でもね、ちゃんと届くんで、注文したものはね、まあ、有名どころのメーカー品は、偽物の可能性が高いんじゃないかなと思いますけど、わかんないですけどね。はい。そんなわけで、アリエクスプレスの商品もね、まあ、そのうち、ドドドドドドッと、出てくると思います。ということで、ちょっとしたお話でした。